日東航空親潮号墜落事故は、1964年2月18日に発生した航空事故である。大阪空港から徳島へ向けて、乗員3名、乗客7名の合計10名を乗せた、日東航空のグラマンマラード水陸両用旅客機、親潮号が滑走路を離陸した後、滑走路先の空港排水路の堤防に機体の下部を当て、 そのまま右側へ旋回をしながら、午前8時22分に、大阪空港の滑走路から約1キロメートルほど、南の兵庫県天ヶ崎一田のうにある水田に、墜落した。墜落と同時に、エンジン部分から出火し、この事故の報を受けた、痛み、と夜中、天ヶ崎の各警察署と消防署は直ちに署員200名、パトカー、消防車20台余りを現地へ、急行 すぐさま怪我人の収容と火災の消火に努めたが、火の回りが早く、機体の前半分は完全に燃え落ちた後に消火された。そしてこの事故により、乗客1名とスチュワーデス1名の計2名が死亡、乗客7名が負傷した。事故後の機体を調査したところ、機体左側プロペラは3枚とも曲がっているのに、対して、機体右側プロペラは曲がっているのは1枚だけで、残り2枚は、 全く曲がっていなかった。以上のことから、同期は、離陸時に何らかの原因で機体右側エンジンが止まり、それにより、水力が不足して墜落したものと推測された。この事故で、乗客救出中に殉職したスチュワーデスの朝、旗見横を称え、六甲山の山上に、三好観音が混流されている。痛みで、日東航空機が、墜落二人死に八人負傷。 読売新聞1964年2月18日、夕刊一面朝日新聞1964年2月19日長官記事、三吉、観音の紹介神戸市名田区ウェーブサイト、2013年4月22日、閲覧。ありがとうございます。